帝はちょうどお暇で、源氏を相手に昔の話、今の話をいろいろ遊ばされた。帝のご要望は、院によく似ておいでになって、それへ縁な分子が幾分加わった懐かしみと柔らかさに満ちた型で増しますのである。帝も源氏と同じように、源氏によって院のことを思い出しになった。内侍頭との関係がまだ絶えていないことも帝のお耳に入っていたし、ご自身でお気づきになることもないのではなかったが、それも仕方がない。今、初めて成り立った関係ではなく、自分の知るよりも早く源氏の方が、その人の常人であったのであるからと、おぼしめして、恋愛をするのに、最もふさわしい二人であるから、やむを得ないとも、お心の中で許しておいでになって、源氏を咎めようなどとは、少しもおぼしめさないのである。私分のことで、源氏に質問を遊ばしたり、また、風流な歌の話を交わしたりするうちに、西宮の下校の式の日のこと、美しい人だったことなども、帝は話題に遊ばした。源氏も打ち解けた心持ちになって、野の宮の明けぼのの別れの身に染んだことなども皆お話しした。